はい、こんにちは、僕です。新語続きをやっていきましょう。じゃあ今回はね、学生寮に向かうところからですね。みんないるんだ。揃ってるな。何を見てるんだ。ビルが消えてる。なんか中途半端に消えてますね。君たちも気づいたみたいだね。うん。これは東京が消えている。これ東京の街並みだけを作り直したわけじゃないんでしょ。ここに住む人たちも多分神様が作ったんじゃないのかな。社会なグローリーが消えかけているんだ。なんだそれ、社会なグローリー。18年前に東京は一度滅びている。しかしそれは世界に混乱を招きかねない。そこで主は奇跡を用いて東京を復元した。うん。その奇跡が社会なグローリー。ここで説明が入りました。主が倒れ、その奇跡が消えようとしている。僕たちの住む世界の終わりが近づいている。ゆずるくんね、前回の戦いの時いなかったけど何してたんですかね。急がないと東京は消え失せるだろう。うん。日本支部より伝達、本部主導のバンマ会談の日時が明日に確定。バンマ会談。会談は魔界で行われる。魔界で、東京議事堂で待てとのことだ。ああ、東京議事堂で行われるのか。なるほど、東京議事堂に行けと。一日経ったのか。じゃあ東京議事堂に向かっちゃっていいかな。特に町の人に変化はないんじゃないかな。特にね、町の人たち変化なさそうなので、このままね、議事堂に向かっていきましょう。少年、これから階段に向かうわけだが、覚悟はできているか。何の覚悟。日本支部だけでも野心があり、ベレルの方針から独立しようとしている。各国の支部が集まる階段は混乱が予想される。注意しよう。気が重い。ありがとう。私が守る、安心してくれ。頼もしいな、小神。それにしても魔が集まるバンマ会談とは言い得て妙な名前だ。魔が集まるバンマ会談。少年、君は意図せず巻き込まれてしまった。だが巻き込まれた君だからこそ状況をしっかりと把握してほしい。今後どのようなことになっても状況に抗い好転させるために、そうだな、生き抜く手段にするために。頼もしいな、おがみ。セーブしておいた方がいいかな。セーブしとこうか。じゃあ東京議事堂にやってきました。良いですか。まもなくアブディエール様たちが到着される。その後シバーの用意した会場への転移が始まるねはずだ。シバー。こちらへ。さあ、お前もこちらへ並ぶのだ。並ぶんですか。どこに行くんだ。ここで行われるわけじゃないのか。明かりがついた。総理か。指令通り来てくれたか。君たちには私の護衛として同行してもらいたい。同じ側だよな。これはこれは、アリオク討伐の功労者ではないか。先の戦いはお手柄であった。お褒めに預かり光栄です、アブディエル様。日本支部として大義を果たせたことは喜ばしく思っています。これからも秩序のため働くことを期待しよう。見下してるよな、アブディエル。はほら、険悪なムードだな。では私は先に会場へ向かう。遅れぬようにな。会場はどこなんだ。ここじゃないんですね。会議内容が思いやられるな。何を話すんでしたっけ。では我らも行こう。何の会議なんでしたっけ。明日ユズルラが来たら案内を頼むぞ。
バンマ階段って何を話すんでしたっけ？ここはどこだ？ハスの花が咲いてますね。インド神話っぽい。いつの間にか合体してる。誰かいる。ああ、見たことある。バスキがいる。ベテル・エジプト支部コンスだ。イノ、お見知りおき。エジプト支部？ギリシャ支部だ。国王支部。何これ。我が主、シヴァ様のご意志を代行する。うん、シヴァはどうしたんだ、おい。あ、インドなんだね、これは。お前らごときにシヴァ様はお会いになる。態度悪いぞ。さて、アブディエルよ。バンマ階段とやら始めてもらおうか。テラフォーマーみたいだな、これ。あれ、アブディエルはどこなんだっけ？知っている者もいるであろうが、この度混沌の悪魔たちの討伐に成功した。うん、スルト、イシュタル、アリオク、いずれも名高い悪魔であったが、日本支部の働きによって排除された。各勢力魔界へ侵攻した軍勢を引き上げ、秩序ある日常へ戻ることを目指してもらいたい。悪魔どもの討伐は危機を呼んでいる。だがルシファーの言葉はどうなのだ。創造主を倒したと告げ消えたというあの大魔王の言葉は。やっぱり大魔王っていうのはルシファーのことなんだ。あれは大魔王が我らを惑わすために放った虚言であろう。それに惑わされず、ベテルはこれからも結束せねばならぬ。それは本当か？創造主が倒れたのなら、我らがベテルに協力する理由はなくなるぞ。待って、あの白いのゼウスだったんだ。確かに、これ以上手を組む必要はない。我らが芝様はすでに次を見据え苦行に入っておられる。やれやれ、みんなもう一度現状を見直した方がいいんじゃないかな。コンスの言うことはもっともだ。占領はよろしくない。しばし思考の時間を設けよう。各派閥が何を考えているのかを知るいい機会だ。積極的に話してみるといい。派閥とかあるんですね。本当テラフォーマーかと思っちゃった。この人は創造主の作った今の世を見てごらん。人間は不公平で不幸になびいている。この人ね、この人多分パッケージにいる人だよね。緑色の人、今頃出てきたのか。僕たちならすべての人間に等しく幸せを与える世界を作るけどね。エジプト支部。エジプトなんだ。で、これゼウスなんですね。あのアルテミスのお父さん。創造主がくたばったんなら、俺たちがその座についてもいいはずだぞ。そういう約束であったはずだ。ゼウス、ゼウスが創造主の下にいるんですね。絶対神じゃないんですね。多神教なんですよね。一体いつまで俺たちを部下扱いしてやがるんだ。そうだよね。こんな形でね、複数の宗教が一つになるってちょっと なんて言うんですか、違和感がありますよね。ギリシャ神話とエジプト神話で北欧神話。創造主は厄介な仕掛けを残していった。それがナホビノの金だ。奴は自分の座に迫る敵を消すためにナホビノを禁じたんだ。ナホビノの金さえ解ければ、そういえばお主はナホビノではないか。一体どうやって金を破ったんだ。どうやってね、なんか総理が企んでるんじゃないんですかね。この青髪って、ちなみに青髪以外にもいないのかな。青髪って一体だけなんですかね。この世界はそろそろ一度壊す必要があると芝様は言われた。世界は生まれ変わるために死ななくてはならないってこと。そうなのだ。創造主の作った世界は今すぐにでも終えるべきなのだ。まあここにはいないけど、まあインド支部は芝が
一番偉いのか。あいつの間にかいる。東京受胎を経験した我が国にとって社会なグローリー消滅がもたらす被害は他国の非ではない。18年前の東京受胎を経験した？経験したの？この世界はシーン3の後の世界なんですか？東京受胎の後の世界。そもそもがたった一柱の神に全てを任せるというのが過ちなのだ。多くの神が世界を見守るようこそが正しい。やおよろずの神という考え方ですか。多神教っていうのは日本の考え方ですよね。そして自分たちの国は自分たちで守る。日本は我々天つかみが守らねばならない。天つかみが国つかみもいるんですけど。ああ、つくよみも佐野もアマテラスも天つかみ。俺は日本人だから、日本を大切にしたい気持ちはわかる。だけどアブディエル様の言っていることの方が俺にはしっくりくるんだ。やっぱりそうなのか。ダサい。ここで違えるんじゃないのか。道を。僕は東京を救いたい。そのためには小清水長官に協力するのが一番の近道だと思っている。ゆずるはそうなんだね。もう完全に取り込まれてますよね。これまで世界を守っていた創造主、一神教では東京は守れなかった。一神教、そう、今までは一神教の世界だったんですね。これからは多神教だから。そうではない道を、小清水長官の話される八百万の神々が見守る世界というものを目指したい。創造主が破れるはずはない。だがもし本当に破れたのだとしても、神は必ずや戻られるであろう。戻るのかな。だからそれまでの間、我らが手を取り合って人々を導かねばならない。それがベテルの使命なのだ。どうなるんでしょうか。主の作りたもうたこの世を維持することがベテルの宿命。異論はあるまい。結論急ぎますね。ある。貴様らの神は死んだ。いい加減に認めろ。その通り。この世界は芝様が終わらせます。それはそれで困るな。次の創生の座につくのは私だ。ナホビノの金は未だ生きている。それは創生の座の権利が主にあるという揺るがぬ証拠だ。ではこの場にナホビノがいることをどう説明するのかな。そうだよね。みんなが見てくる。貴様の信じる神が彼に創生の座を認めたということか。その顎触りたいな。彼は日本支部の人造魔人だったね。つまり日本支部にその座を譲ると。なるほど。つまり彼の存在そのものが主への冒涜であるということ。雲行きが怪しい。雲行きが怪しいぞ。戦うのか。ならば私自らがこの場で粛清する。戦うんすか。本当に戦うの。アベディエルとここで。すごいなこの態度。立ち姿が様になってるよな。アベディエル何が効くかな。いや、マガツヒスキル溜まってないんだよな。戦ってれば溜まるか。大天使アビディエル、レベル58、高いな。ムド弱点か。落光。弱点をついたとき確率で即死だから、まあ、誰も弱点はいないと思うんだ。物理とアギ系ですね。なるほど。物理とアギ系。まあ、ちょっと弱点をね、つきながらプレスターンを稼いでいけますか。あべ、すんげえかでこいつ。なんか物理スキルがいっぱいあったから物証石でも使っておきますか。物証石使ってしまおうか。なんかね、物理攻撃してきそうな気がする。勘でね。
その間に魔法つくかじゃな、ナホビノでね、火ダメを抑えるというよりも完全に防いでしまいたい。で、ラクンダ凄まじく硬いんだけど、アベリエル。これもイベントバトルなんじゃないのか。ほら、鎧同士とかね、物理スキルがたくさんあったんでね。そしたらね、ちょっとユルングはチェンジしていきますか。アリスに変えようか。浜耐性ついてるから、まあ安心ですね。若干レベルが低いんだよな。レベル補正とか大丈夫かな。レベル補正があるんじゃないかと思ってるんだけど、どうですかね。ほんでもう一回物証石使ってやこうか。物証石そんな何個も持ってないけど、まあいいんじゃないか。あんまり使うタイミングないからね。ああ、ユルングじゃないからラクンダができないんだ。コンセントレートしておこうか。ほんで、タルカジャ。どうかな？物理攻撃してきてほしいな。よしよしよし。物証石を使うのはここまでだな、とりあえず。マガツヒゲージも溜まってるんで、それであれば、配信入れてしまおうか。もうさっさと使ってしまおう、これを。んで、光神螺旋山。いいぞ。んで、残は効くんだよね。いや、衝撃耐性がある。衝撃耐性持ってる。じゃあ、自殺の秘石使っておこう。大して与えられなかったな、ダメージが。で、死んでくれる効くかな。これレベル差が結構あるんだけど、大丈夫でしょうか。あ、600ちょいで、やっぱりこれ2発しか当たんないんだな。銀河です、聖剣。だいたい 30×15、 まあ、400ぐらいかな。光神螺旋山。いや、凄まじく硬いぞこいつ。倒せるか。倒せないことはないか。一度もね、まだ被弾してないからね、こちらは。待って、さっきのコンセントレートかけて600だからな。あんまり効いてない気がするな。ほら、だいたい400ちょい、400いかないぐらいか。やっと半分っていう感じかな。落光してきた。あ、怖っ。誰か不正だな。誰か防ぎましたね。神聖が全く効かない子なんていたっけ。んで、一回リンゴを巻きますか。リンゴ回復兼バフの継続としてね、入れておきましょう。防御力も上がるからな。で、死んでくれるよりもムドーンの方がいいんじゃないのか。死んでくれるわ。注意力か。ちょっとムドーンでどれくらいダメージ稼げるかな。あ、全然だな。どっちも大して変わんないんだな。まあいいや。あ、待って、サマーソルトやるべきだったな。失敗したな。そろそろマガツヒ貯めてくるんじゃないか。ほら、何してくるかな。今のところ全くね、魔法を使ってきてないですよね、こいつ。だから、マハラギダインとかかけてくる可能性がとても高い。主人公はどっちにしても火炎効かないんだけど、みんな物理耐性持っているわけじゃないからな。やってくるとしたら、可能性としてあるのは浜属性か、もしくは、火炎属性、どちらかだと思うんだよな。落光であれば誰か防ぎましたよね、さっき。イズンが無効化できるんで、火炎であれば、主人公が無効化できる。まあ、ただ、マガツヒ、溜めてる状態だからね。主人公が死ぬわけにはいかないんですよ。一旦、過小石を使っておきますか。これであれば、あ、いや、違うな。どちらかというと、これ、高小石を使うべきだったな。そうすれば確実に主人公は死なずに済むんじゃないか。ちょっともったいないからいいや。一旦このまま行きますか。一回サマーソルト入れておこう。
何してくるか。ほら、マハラギダインだった。よかった、完璧な読みですね。オッケーオッケー。で、ただね、自殺の指摘がもうなくなるんだよな。膝をついたぞ。クリティカルは出ねえか。しゃあない。後進螺旋山硬いんだよなこいつな。一回黄金のリンゴ入れたいところなんだけどな。どうしようかな。いや、入れといた方がいいよな。多分次のターンでは倒せると思うんで、このバフは継続しておきたい。で、死んでくれる。いや、もしかしてこれで倒せるんじゃないか。銀河烈星拳、これでとどめになるか。倒せた。ゼウスの娘アルテミスがとどめを刺しました。強かったな、アビディエル。バカな、この私が破れるとは。大天使を下すとは、ナホビノとはこれほどの力が。創造主が恐れるのもうなずける。では私も自分の知恵を取り戻すとするか。自分の知恵を取り戻す。ベテルの協力体制はここでおしまい。ここからは競争ってことだね。そして次に会ったら敵同士だ。みんなナホビノになって帰ってくるんですか。この事態、シア様に報告せねば。報告せねば。じゃあね。そういう態度なんだね、ゼウス。どいつもこいつも勝手なことを。小清水長官。満足かつくよみ。これで全ての悪魔が混沌へ落ちた。ベテルの秩序は今崩壊したのだ。あ、正体知ってたんですね。ああ、満足だと。そもそもたった一柱の神が全世界を滑るというのが過ちだったのだ。我ら日本支部が次の王座を得た暁には多くの神々が見守る新しい秩序を作り出そう。はあ。ではアブディエル。さらばだ。さらばだ。たもと分かちましたね。何かアブディエルも何かあるんですかね、まだこの後。護衛ご苦労だった。ところで、今後について話がある。後で会議室の私の元に来るといい。これ以上何があると言うんでしょうか。あれ、吹き出しが増えてるな。次の決戦で日本の八百万の神々が力を使い果たし、お隠れになってから戦力不足の日本支部は九州の危機にあった。だから古来から行っていた人造魔人の秘術で青髪型を複数製造して、まだ戦えると証明したんだよ。え、八百万の神の力が青髪型に注ぎ込まれているんですか。日本では古来からたびたび人造魔人を作って英雄として派遣してきたからね。他にもいるんだ、やっぱり。そういえばこの間またヤクモという男に侵入された。ベテルの合同会談のことを知られたらしい。だが会談にはあの男は現れなかったみたいだ。妨害されなかったことは何よりだが、彼がベテルの動向を監視しているのは確かなようだ。今頃は支部の分裂を見て目そえんでいるかもしれないな。ああ、ヤクモもまた今度出てくるんだろうな、そのうちな。はい。そもそもベテルがどういう意味かって、確か旧約聖書に出てくる地名で神の家を意味するものだったわ。神の家なら天使がたくさんいるのも納得ね。はあ、という意味なんだベテルって。
そしたら一旦ね、今回もこの辺で終わりにして、また続きは次回やっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。